はいどうも、瀬戸内寂聴だよ。こんなん出ましたけど、人生いろいろあるけど、まあ生きていかなあかんなっていうわけでね、やっていかなきゃいかんなっていうわけなんですけどもね。はい、毎度おなじみ、流浪の番組ではない山田モータースでございます。今回はですね、こちらにね、ちょっとね、映ってますけども、ガチャガチャの、トイズキャビンさんですね、今回。トイズキャビンさんの、まあトイズキャビンさんじゃないのも、青島さんのも混ざってるんですけども、まあガチャガチャのね、近年のね、ガチャガチャはなんかこう、プラモデルの完成品みたいな感じで、とてもね、クオリティが高くて、私大好きな、シリーズというかね、ものなんですけども、今回はですね、デリカの D5 が、トイズキャビンさんから発売になりましたので、早速ね、ガチャってまいりました。それがね、こちらになります。全部で確か6種類、カラーと、形があったかと思うんですけども、今回ね、私の好きなホワイトと、なんか多分ね、ベージュなのかなと思うよね。これ、多分ね、カプセルのお色で、車のお色もなってると思うので、まあ、好きなのがね、2個出たかなと思うんですけどね、早速ちょっとね、開けていくんですけども、まずね、パンフレットというかね、冊子をちょっと見てみましょうかね。これ見て、かっこいいでしょ？はい、そして、こちらが冊子になってまして、はい、今回もね、ガチャガチャの、まあ、トイズキャビンさんですよね、ガチャガチャに魂を吹き込むっていう会社のなんでしょうか、座右の銘でしたかね。ごめんなさい、最近ホームページ見てないので忘れちゃったかもしれないです。はい。いろいろね、こうやって書いてあって、あ、なんかね、背面の、端子のところはこれ自分でつけるような感じなのかな、そうみたいですね。で、トイズキャビンさんのね、ツイートなんか見てたら、なんか塗装にね、すごくね、こだわったみたいで苦労されたらしいですね。で、多分、発売が5月予定だったと思うんですけども、まあ、コロナ、ウイルスのね、影響で6月になったのかなと思いますね。ラインナップが全部でそうですね、6種類となっていて、確かホイール違いかなと思うんですけども、まあその辺のね、ちょっと詳しいところをね、冊子を追ってね、見ていきたいと思います。はい。上からね、ちょっと見ていきますが、そうですね、ノーマルホイール仕様のディープシーグリーンですね、ツートンカラーとなってますね。で、その下行くと、これもノーマルホイール仕様のウォームホワイトパール。これが私のね、多分これだと思うんです。ノーマルホイールの、あ、違うかな、カスタムホイールかな、待って、カスタムホイール。あ、カスタムホイールですね。これ、カスタムホイールの方でした。はい。ああ、なので、タイヤもちょっとあれかな。ブロックタイヤっぽい、ちょっとゴツゴツしたやつになってるかもしれませんね。はい。で、ノーマルタイヤの方で、スターリングシルバーですね。ツートンカラーの。そして、その下行くと、カスタムホイール仕様の、多分私が出た、ウォームホワイトシルバー。シルバーか。あれ？でも、これ多分そうだな。あ、そうですね。これですね。ウォームホワイトとシルバーってことですね。はい。そしてその下行くとカスタムホイール仕様のブラックマイカ2トンですね。そして、あ、これですね。多分私が出たプラチナベージュメタリックなの？これ。ベージュでメタリック？2トンカラーとなっていて、こちらもカスタム仕様となってますので、ホイール仕様となってますので、で私が2つ出たのはこのカスタムホイール仕様だったんですね。ノーマルホイール仕様のホワイト欲しかったんですけど、まあ、好きなね、お色がね、2つ出たので、まあいいかなと思っております。はい。じゃね、ちょっとね、裏を見ますと、先ほどもお伝えしたように、そしてここにね、ちょっと、デリカ D5 っていうのかな？ D5？ デリカ D5 のちょっと、細かいね、説明があるかと思いますので、読んでいきたいと思います。デリカ D5 は世界で唯一のオールラウンダーミニバンである。え？世界で唯一なの？オールラウンダーミニバン。そっか。オフロードもオンロードもっていうこと？2007年か、そうかもしんないね。そう言われるとそうかも。ないか、他に。そうっすね。ないかもしれないですね。2007年から発売が開始され、2019年の大型マイナーチェンジ、2019年現行型まで、基本スタイルはほぼ変わらず、多くのオーナーに愛され続けている名車である。そうですね。私、初代というか、昔のもっとね、車高の高かった頃の、デリカ大好きですね。基本プラットフォームは他の三菱車に多く採用されているが、本社はオフロードの走破性を高めるため、リブボーンフレームとアンダーボディにちょっと難しい言葉が出てきましたね。大型のクロスメンバーを採用している。エンジンは当初 4WD ガソリン仕様の 2400cc、170馬力が採用され、結構馬力多いんですね。その後2012年末にクリーンディーゼル 2300cc、148馬力が追加された。本社は愛好家が大変多く、ノーマルでの愛用もさることながらカスタム車としての需要も根強い、まさに世界を代表する本格 RV ミニバンとなっている。そうなんですね。唯一、そう言われると、まあ今ピンと出てこないですね。まあ、ただ、このね、最近のデリカのスタイルはなんかで、ね、ちょっとタウンユースっぽくで、タウンユース寄りになっちゃったなーって感じはあるんですけども、それでもやっぱり今でもね、そういうオフロード走行なんかもできるのかな、これ。
まあ、他のそうですね、ステップワゴンとか、アルファードなんかに比べると、やっぱりオフロード性能って感じはしますよね。オフロード性能ってスタイルって感じはしますよね。はい。じゃあ早速ね、見ていきたいと思います。もうほんとね、山田ね、ガチャガチャのこのトイズキャビンさんもそうですけど、青島さんのね、ガチャガチャ毎回楽しみで、ほぼね、発売になったって言ったらもう一週間以内にはね、ガチャガチャ回さないといられなくて、もう、今回はね、まあ大体いつもね、もう早く入るところ見つけたので、まあ、そこでね、発売が確か27だったかな。で、今日が29日なので、28日から順次出荷するってトイズキャビンさんからアナウンスがあったかもしれませんね。で、本日29日に、山田はね、ガチャガチャ回してまいりました。ごめんなさい、話がね、毎度長くて失礼あるよ。瀬戸内寂聴あるよ。はい。じゃあね、ちょっと見ていきましょう。そしてね、私ね、ガチャった時にね、もうすぐにね、中身見たくてちょっと開けたんですけど、やっぱりね、クオリティが高いっていうのが、もうこの袋越しからでも、わかりましたよ。はい。あーすごいなー。で、このはしごがあってね、これね、結構ね、このガチャガチャのは、開ける場所によってね、結構ね、さっと開くときあるんですよね。これどういうあれなのかわからないですけど、でも今回ちょっとやってみた感じ、ちょっと開かなそうなので、ハサミでね、ちょっと切ってね、開けていきたいと思う次第でございます。あるよ。はい、じゃあね、ちょっとね、ハサミで。楽しみだね。まずね、はしご部分を取り出して、わあ、ちゃんと塗装してあるよ、これシルバーでね。ちゃんと塗装してあって。で、お車の方だよね。楽しみなのはね。はいはい。わあ、楽しみや。おー、かっけえ。わ、やっぱりクリアパーツだといいっすね。トミカで発売されてる D5、今年発売された D5 よりは、これ年式は多分古いのかなと思いますね。ちょっと一世代前のやつかなと思います。多分トミカで出たのが最新式だと思うのでね。いやー、やっぱりクリアパーツなのでね。いやーほんとね、ガチャガチャは私好きなところは完成品のプラモデルっていう感じでね、いつも考えていて、で、毎度ね、64分の1なので、とてもね、嬉しい仕様ですよね。いやーほんと塗装が細かくしてあるわ。トイズキャ、うわーすごい。なんかリアもクリアパーツだ。まあ、多分なんですけど、毎度なんですけど、クリアパーツの上に塗装してあるんですよね、これね。これがちょっとトイズキャビンさんがね、こだわってたとこで、うわ、ミラーじゃなくてごめんなさい。ワイパーなんかもね、塗装されてる感じなんですよ、これ。すごーい。で、ここにちょっと穴があって、ここに挟み込むようになってるのかな。ちょっとやってみようかな。これ上下は上下は特にないかな。そうですね。左右対称なので上下は特にないので、多分ね、考えずにつければ、くっつくと思うんですよね。まあ、多分接着剤でね、くっつけないと取れてしまうと思うんですけども、まあ、こんな感じでね、くっつきますね。はい。ちょっとね、もうつけちゃおうかな。なくしたら大変なので。ちょっとやっちゃおうかな。ちょっと待ってね。接着剤が、まあ、最近ね、気に入って使ってる、ダイソーだったかな、ダイソーで買った、接着剤があるんですが、あれどこ行っちゃったろう、あれちょっとごめんなさい、ちょっと動画を止めますね。大変失礼しました。こちらね、こちら最近使ってるんですけど、これブラシタイプで、とても使いやすいんですよね。で、瞬間接着剤で、まあ、瞬間接着、黙ってるね。瞬間接着剤って、消費期限っていうんですかね。あまり古くなると接着が悪くなるので、まあ、私がね、いつも接着剤ダメになったなと思う判断基準としては、匂いね、匂いが緩くなるというかね、匂いがね、ツーンと来なくなったら、大体ね、接着力、あ、結構これ刺しただけでも結構、頑丈にくっついてる感じありますね。まあでもね、このままつけてね、飾りたいので、まあ、つけちゃいますね。で、開閉ギミックはね、ないので、まあ、つけても差し支えないですよね。じゃあ、つけちゃいましょうね。ちょっとね、やってみましょう。はい。で、こうやってね、ブラシタイプになっていて、匂い嗅ぐとね、まだね、開けて1週間ぐらいなので、まあ、ツーンと今ね、ちょっとね、鼻に近づけてね、あんまり吸い込んだら大変ですから、ちょっとね、吸い込んでみて、匂いがきつかったら、大体まだね、消費期限があるかなと思うんですけどね。あ、でもこれ上下あるみたい。なんかほら、形が違いますね、これ。今上になってる方が、凸部がね、細いんですね。で、長いんですね。で、下の方が、ちょっとピンと合わないかな。凸部がね、短くて、あれなんで、ちょっと接着剤つけちゃったので。あ、で、下の方が丸の、穴で、上の方が四角の穴なので、丸の穴は下ですね。で、上が、四角い穴が、こんな感じで、
今ね、ちょっと次のね、ものつけるときによく説明しますけども、下と上ありました、これ。で、突部が形が違うので、多分ね、見ればわかると思うんですけど、下が丸でね、上が四角のもので、四角い突の方がね、長いものが上に来てましたのでね、はい、間違えてね、やったら、攻め台がね、攻め台じゃない、接着剤がくっついちゃったりしてね、大変なので、気をつけてね、はい。じゃあね、ちょっと、細部をね、見ていきたいと思います。わー、ほんとね、クリアパーツになっていてね、うわー、とても満足度が高いですね。ほんと、ちっちゃいプラモデルですよね。で、まあ、デリカのね、まあ、なんていうの、特徴である、ちょっとね、このタイヤハウス、タイヤのね、この長さというか幅がね、やっぱ車庫が高いと、ちょっとこう、オフロードっぽいんですけど、これ結構ね、なんだろう、スライチっぽくなっていて、そんなにね、スペースがないんですね。で、フロントのタイヤは結構ある感じなので、沈んじゃってるわけじゃないんですよね。もうちょっと車高高いとかっこいいかなって気がしますね。このフロントは結構いい感じですよね。はい。で、カスタムホイールということでね、これ何色なの？これガンメタかな？なんかちょっとシルバーっぽいガンメタっぽいね。なんかちょっと変わった色ですね。ちょっと赤みもある気もしますね。で、ツートンなので、このサイドステップのところがずーっと一面ね、シルバーで塗られていますね。で、デリカのマークがあって、三菱のマークがあって、先ほどもお伝えしたようにね、ワイパーの造形があって、そこも塗装されてますね。わー、すごい。で、シートも結構ね、細かく作られていて、うわ、満足度高いな。ほんとプラモデルですね。で、ドア枠周りも、全部ね、ブラックで塗られていて、フロントはちょっと印刷っぽい、塗装ではなくて印刷っぽいブラック縁取りなので、とてもかっこいいですね。へえ、なんかこれ、今までにない感じなので、とてもいい気がしますね。ミラーもくっついていて、めっちゃかっこいいっすね、これ。これは満足度高いなぁ、毎度のことね。はい。いやぁ、いいっすね。あ、すごい、これ、泥除け。泥除けってこれ、以前ね、コメントいただいて、かっこいい名前の呼び方ね、ちょっと教えてもらったんですけど、ちょっと忘れちゃったんですけど、赤でね、これかっけぐらい、こういうところだね、多分ね、トイズキャビンさんのツイートで言ってた、塗装ね、いや、大変だったと、いうね、ツイートがあってね、そうなんだ、と思ってね、楽しみだったので、この辺の、テールランプの、中心部のね、ここの部分がシルバーでちゃんと塗られていて、色分けがね、ただの赤のね、一色ではなくてね、なってますね、うわー、すげー。で、結構、まあ、ガチャガチャのね、毎回そうなんですけど、このトイズキャビンさんのは、もしかするとね、皆さんの手元に届いたのは、ちょっとね、たまーに塗装がね、ちょっとおかしいのあったりするなんてね、よく見受けるんですけども、今回私の答えはね、すごく塗装が綺麗にされていて、満足度が高いですね。で、この辺も、ちゃんとグリルがブラックで塗られていて、これ、艶消しにちゃんとなってますね。で、ナンバーもホワイトで塗られていて、で、バンパーね、グリルガード周りも、と、グリルもね、シルバーで塗られていて、ほんと手数が多いなーって感じがしますね。ここはちょっとクリアパーツなのかなー。多分ね、フロントのこのパーツ、ここはちょっとあれですね、ただのシルバーのあれになっててクリアパーツではないですね。でももうすごい、本当にすごい。で、多分カスタムされてるホイールだからなのか、多分ね、ブロックタイヤにこれほらデリカの特徴でもあるね、オフロードっぽいね、あれなのかなと思うんですよね。これノーマルタイヤどうなんだろう。ノーマルのものはタイヤがもしかするとね、違うのかもしれません。なんかこうやってね、ちょっとね、ちっちゃいので、あ、そっか、ルーペで見ればいいのか。ちょっとね、絵がちっちゃいので、よいしょ、ちょっと、肩伸ばして痛かった。ちょっとちっちゃいのでね、あれなんですけど、多分ね、ノーマルのホイールだと、タイヤがね、あんまりデコボコしてないタイヤだと思うんですよ。普通のタウンユースっぽいのね。で、カスタムホイールの方は、ごめんなさい、ちょっとよく映んないですね。そうですね、ちょっと映んないですね。カスタムホイールの方は、こう、ちょっと見る限りね、ブロックタイヤっぽいので、まあ、その辺のタイヤも、ホイールも、ノーマル形状とは違うかもしれません。もしね、皆さんノーマルのものをね、ゲットしたら、そうだね。多分そうだと思います。コメントいただけたらね、ありがたいかなと思いますね。はい。あとね、視点下げた時にね、もう一回ね、よく見ていて、あとね、他のガチャガチャなんかもね、もう本当にね、楽しみでしょうがなくて、あとガチャガチャで言うと、さっき言いました、私。今日ね、そのガチャガチャの隣に、ハイエースのガチャガチャもあったんですよ。それがね、エアロがついたハイエースとか、なんか、極みとか書いてあって、ちょっとカスタムしてあるようなハイエースのガチャガチャあったんですよ。で、おー、すげー、これ欲しいなーと思って見てたんですけど、300円ね、それね。あとでね、この画面の方にね、なんだろう、画像ちょっと出しときますね。カスタムしてあって、エアロがついてたりとか、あとホイールがほら、最近ハイエースで、なんかこのさ、ホワイトレターとか、このタイヤにホワイトレターとかやってる方いらっしゃるじゃないですか。
そういうちょっとレーシーなねハイエースのガチャガチャありましたよ。あの気になってる方はね。ただ私はなんで今回そのガチャガチャしなかったかというと、スケールがね80分の1だったんですよ。で今ねちょっとお見せすると、このほらこの前ね、発売になったトミカのこれ衛星通信車でしたっけ、これハイエースね。まああのノーマルのねハイエースに多分これ上がついてるので、普通のハイエースも64分の1だと思うんですよね。で64分の1と80分の1って言ったら、考えたら相当ちっちゃいんだなぁと思って、今回はね、見送りました。あの、74分の1が、確かあれが、名前が出てこないなぁ。あるんですよね、ミニカーね。74分の1だったかな。やっぱ6用ミニカー好きにはね、ちょっとちっちゃかったので、今回は買わなかったんですけど、まあ、後でね、行った時に、もしあったら、なんかね、今になってね、欲しくなってきちゃった。で、ハイエースと言ったらね、最近マジョレットなんかももう結構ね、購入してて、もう今ちょっと大好きな車種ではあるんですけども、80分の1はね、ちょっと並べるの、私、並べたりするのが好きなね、まあ、なんだろう、ミニカ好きなのでね、そういうのと並べるとちょっと80分の1じゃ物足りなくて、これが69分の1ね、これね、これマジョレットの。だからこういうのを、やっぱ、こうやって並べたらやっぱほら64分の1、69分の1なのでとてもいいじゃないですか。で今回のデリカも64分の1なのでね、こうやって並べるとやっぱテンション上がるんですけど、ここに80分の1があるとするとちょっとちっちゃすぎてね、残念な感じだなと思ったので今回はやりませんでした。はい、じゃあね、もう一個の方ね、多分プラチナベージュメタリックツートンでね、こちらもカスタムされた方のホイールとタイヤが入ってあるものかなと思うんですけどね。はい、じゃあ開けてみますね。でメタリックなんです。おー、なんかねこれもいい色ですね。もう山田でやっぱり明るい系のお車のミニカー大好きなので、まあね、サッシは今更もう何回見ても同じですからね、まあ、見ませんけども、はい。でね、ちょっとねハサミでこれを見てみようかな。あ、やっぱ開かないか。なんかねスーッと開く時あるんですよね。まあ今回のこれ違うのかもしれない、そのものによって。青島さんのだったかな、トイズギャビーさんのそこじゃないかもしれないですね、もしかすると。はい、で先ほどねちょっとねこの背面、はしごのね、形状ね、よくお伝えしたくて、もう一回ね、よく見ますね。うーわー、やっぱ、あ、そうですね。こちらも、やっぱりホイールがカスタムの方なので、ブロックタイヤっぽいんですね。いや、まあ、私はブロックタイヤの方がね、デリカはやっぱ袖っぽいので好きですからね。どうなんだろう、ノーマルもね、一個出ればね、もう一個 やればよかったですけど、なんかね、もう一回やって、同じ色が出るとかね、ちょっと恐怖じゃないですか、400円って言うと。なので、今回はちょっとやりませんでした。はい。あ、ドアノブもホワイト、これ、さっきのホワイトの時ちょっとね、色があんまりあれだったの気がつかなかったですけど、ちゃんと塗られてるんですね、ドアノブね。ドアノブ塗られていて、で、このやっぱ泥よけがこれ、差し色になった赤でね。うわ、テンション上がるなぁ。この辺がオフロードっぽいですよね。うわ、テンション上がる。で、ナンバーって、ここが、先ほどのホワイトとはちょっと違う気も、あ、そっか。シルバー、のツートン、ホワイトとシルバーのツートンだったので、ここの色分けが気がつかなかったですけど、このね、ベージュとグレーのね、シルバーのツートンだと、ここがほら、シルバーに塗られてるのが分かって、まあ、この辺もね、手が込んでるなって感じですよね。で、デリカのマークがあって、三菱のマークがあって、ちゃんとね、塗られていてね、ガラスがね、ちょっとね、曇ってますね。この辺をね、もうちょっと、綺麗にしてくれると、まあ、めっちゃ嬉しいんですけどね。で、先ほどね、ちょっとね、見ないままね、ちょっとね、接着剤をつけてしまったので、もう早くね、つけないとよく見れなかったのであれなんですけど、上の方がほら、四角いね、穴になっていて、ちっちゃい穴ね。で、下の方の穴が、丸でね、ちょっと大きめの穴なんですね。で、こちらのパーツの方が、これが上になりますね。このほら、四角い方が上で、丸いね、こういう凸の部分が下になるので、ここね、間違えてつけないようにね、やってくださいね。ちょっとね、接着剤でね、つけちゃいたいと。これダイソーね、100円でね。だね、やっぱりね、あまり長いこと置いとくと接着力がなくなっちゃうので、これすごくおすすめですね。やっぱブラシタイプなので使いやすくて、これじゃなくて、ほら、なんていうんですかね、スポイトタイプ?スポイトタイプのだと、穴が固まったりしてさ、安全ピンってまたほら、開け直さなきゃいけないでしょ?でもこれはね、まずね、蓋がね、固着して、取れなかったとかないので、とてもおすすめです。はい。で、下が丸、上が四角のね、感じで、こうやってくっつけますね。はい。はい、
子ですね。はい、できました。うわー、かっこいいね。なんかそういえばこの、ミニカーのね、YouTube チャンネルの春天さんと、あと F ライトさんも作ってたかな、こういう、なんていうんですか、針金かなんかでこういうグリルガードとかね、はしごとか作ってましたっけ。春天さんは作ってたかな、F ライトさんももしかしたらね、作ってたかもしれません。まあ、YouTube チャンネルでね、カスタム最近結構されてるみたいでね、おすすめのお二人ですね、春天さんと、F ライトさんね、はい。うん、タイヤのね、周りもね、いい感じですね。やっぱりね、後ろがね、もうちょっと車高高いとかかっこいいかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。まあ、実車に忠実でこういう風になってるのかもしれませんね。で、先ほどと同じフロント見てみますと、クリアパーツになっていて、まあ、こういう感じでね、いいですね。塗り分けがね、すごい。あー、さっき分かんなかったですけど、これすごい塗り分けされてますね。グリルがまずシルバーじゃないですか。で、グリルガードが、ここね、グレーかな、これ、グレーで、グリルがブラックのね、艶消しで、そのフォグランプ周りがね、またこれもグレーで塗られていて、ぐるっとね、サイドステップからリアバンパーにかけて、グレーで塗られてるんですけど、ここがね、塗り分けされていて、マフラーもね、シルバーで塗られてるんですね。で、この辺の後ろのシャーシもね、こんなに細かになってんの、本当にちっちゃいプラモデルですよね。しかもプラモデルの完成品というね、もう、物草が山田にはね、もう持ってこいのね、商品なんですね、これね。プラモデルって作るの大変でしょ、まあ、組み立てるのは好きなんですけど、塗装が難しくてね。で、まあ、最近はラクプラとかっていう、組み立てるだけで最初から塗装してあるやつあったかな、うん。そういうのちょっと一回やってみようかなと思うんですけど、やっぱり64じゃないのでね。まあ、いまいちね、触手がね、伸びないというか、なんていう、動かないっていうのかな。なんですけどね、はい。触手どっちかわかんない。はい。いやー、なんかフロントのここの部分も先ほどちょっとお伝えしませんでしたけど、ワイパーなんかのね、造形があって、なんていうんですかね、こう、ボンネットの後ろがちょっとへこんでる部分がね、ちゃんとブラックのね、艶消しで塗られていて、で、窓枠がブラックの、これ今回印刷っぽいですね。すごい。で、ここのサイドに関しては塗装になってますね。細きい。いや、ほんとプラモデルですね。これ一個一個塗ってるんでしょうね。トイズキャビンさんの、ツイート見ると塗装が大変だったって言ってたので。うん。そういえば見ませんでしたけど、だいたいトイズキャビンさんが制作を担当してるのかな。で、販売元がビームスとかかな。どうなんだろう。ちょっとごめんなさいね。先ほどお伝えしませんでしたけど、今回はもうあれですかね。トイズキャビンさんは、製造も販売もこれ今回のものからもうずっと一社で手掛けてる感じですかね。一社の名前しか入ってないので、以前のジムニーとかは確か他の会社が販売元で製造元がトイズキャビンさんだったかなと思うんですけども、今回はそうですね、他の会社名入ってないので、今もうトイズキャビンさんオンリーで作ってるかもしれませんね。あ、ここに書いてありますね。ちょっとぼやけちゃった。これ、ホームページはこちら、ツイッターもこちら、ツイッターもあるみたいなので、私ツイッターのフォロワーになってますのでね。結構最新情報がね、手に入れられるので、ちょっとおすすめですね。はい。じゃ、ちょっとね、視点さん、あ、ここに書いてあったんだ、これ。ほら、穴が丸い方が下で、四角い方が上ってちゃんと書いてあったね。失礼しました。リアラダーって言うんだ、リアラダーって言うんですね。これ、リアラダーパート取り付けて書いてありました。はい、じゃあちょっとね、視点を下げて、まあ、トミカのね、デリカなんかとちょっと並べていきますね。ちょっとこれ閉めないとね。はい。はい、それではね、視点下げてみました。デリカはどこにいるかな？ここでーす。で、こうやってね、まあ、この、私のね、この地面のね、ジオラマのシートがね、ちょっとツルツルしたあれなので、タイヤの周りはね、ちょっとフロントだけは回りますけど、まあ、リアもね、回るので、ちょっとね、コロ走行の時は、ちょっと、私のこのね、下のところは、ツルツルなのでね、滑りが悪いかなと思うんですね。ちゃんと回りますのでね。はい。で、フロント見ますと、こんな風になってまして、やっぱホワイトはいいね。で、トミカのデリカ D5 もね、初回仕様なくて、ただブラックだけだったかな、一色ね。だけだったので、ちょっと残念でしたよね。初回も欲しかったですね、ホワイトかなんかでね。もう初回は全部ホワイトにすればいいんだよね。最近ホワイト多いですもんね。カローラツーリングもそうでしたし、なんだっけ、そう、スカイラインもホワイトだったので、とてもね、山田にとってはね、めっちゃ嬉しい感じだったんですよね。いいっすね。うん。で、タイヤがブロックタイヤっぽいので、ちょっと RV 感ある仕様になってますよね。はい。
次ね、なんだっけ、この色、ベージュとシルバーのツートンね。全部ツートンなんですね、今回はね。見づらいですけど、これもシルバーとホワイトのツートンになってますね。はい。今回、こっちのお色がね、結構私気に入りました、これ。なんかね、ちょっとダサ系の色でね、好きですね、私、こういう色が。他に欲しいって言ったら、やっぱそうですね、このノーマルの、ホイールの、ウォームホワイトは欲しかったですけどね。あとは、スターリングシルバー。まあ、全部欲しいっちゃ欲しいんですけどね。そうですね。まあ、あらかた欲しい色が出たので、今回はまあ、よしとしましょう。この、これとこれと、多分ね、私これが2番目に欲しかったと思うので、まあ、これが出たのでね、良かったかなと思います。はい。うん。かわいいね。いいね。本当に完成品のプラモだね。もう、本当にこれ毎回楽しみ。冒頭でも言ったかもしれませんけど、あとね、6月、本当はね、もう5月ぐらいには発売されてる予定だったんですけど、まあ先ほどもお伝えしたようにね、まあコロナウイルスの影響で遅れてるね、2中のね、2つの柱の2中のね、2中っていうのかな、2中の、リフトと工具なんか、工具というか、なんだろう、整備工場みたいなのが作れるガチャガチャのね、ものも、今度出るんですよね。もうそれもそろそろかなと思うんですけど、まあ私それだけはちょっとコンプリートで欲しかったので、数セットね、コンプリートで頼んであるのでね、まだかまだかなと思ってるんですけど、あと最近だとガソリンスタンドのガチャガチャも発売されましたよね。あれはちょっと大きかったみたいですね。なのでまあ、未だにね、ちょっと山田それはね、見かけてないんですけども、今回行ったところ、もうお車のね、ガチャガチャは結構ね、入荷が早いので、まあ、そこを発売日と同時ぐらいにいつもあるのでね、まあ、そこは信用して行ってるんですけど、ちょっと家から遠いんですけど、まあ、ないところ何軒か回るよりはね、もうあるところにズバッと行った方がいいので、行ったんですけど、そこにもね、そのガソリンスタンドのガチャガチャないんですよね。で、その先ほどお伝えした二中リフトね、二中リフトの方も、まだ発送連絡がないんですけど、確か6月だと思ったんですけど、ね、後でね、画像なんかをね、ここの画面にちょっと出しとこうかなと、忘れなかったらね、忘れたらごめんなさい。一応編集するときにね、入れようかなと思っており次第でございます。で、この前ね、発売されたトミカのね、これ、D5? これとね、ちょっと並べると、トミカのスケールは、いくつ?これが65分の1なので、ほぼ同サイズかなと思うんですよね。ほう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 。で、これがね、ちょっとね、街でも見かけたことあるんですけども、ずいぶんやっぱりタウンユースよりね、さらになったなーっていう感じがありますよね。でもこのグリルの迫力は半端ないですよね。もう一発で、デリカってわかる感じですよね。でもやっぱりほら、RV 感のある昔のやつの方がちょっとかっこいいかな、山田にしてみれば。これもかっこいいんですけど、多分タウンユースっぽくなっちゃってますよね。どうなんだろう。うわー、やっぱりこうやってスケールが一緒だと並べるといいねー。なんかやっぱアルファード意識したのかなっていうようなちょっと三菱さんの出来かなと思うんですけどね。はい。どうなんだろう。はい。だってね、ハイエースなんかと一緒に並べるとこんな感じで。これも確か64分の1なので、同スケールですね。うわ、テンション上がるよね、同スケールね。だからハイエースのガチャガチャ、カスタムハイエースのね、あれ欲しかったんだけど、80分の1って相当ちっちゃくないですか?ね。まあ、ハイエースだから、でもほら、64分の1のデリカが収まるんですから、なんかね、カスタムされたハイエースも収まってもおかしくないと思うんですけど、ね、あれ惜しいよなぁ。64分の1だったらバカ売れだったかもしんないんだけど、まあでもそれでも好きな方はいいのかなぁ。あと他にもあったなぁ、なんかポケットトミカだったかな。それもね、やっぱりね、ちっちゃいんですよね、スケールが。なので、まあやりませんでした。やっぱ64が好きなのでね、まだね。余計な出費はね、最近ほら、経済がね、ちょっといまいちね、どうなるかわからないので、まあ無駄なね、出費無駄でもないけどね、欲しいんだけどね。まあ、なるべくね、お金はね、使わないような感じでちょっと考えてたりするので、まあちょっと控えました。はい。前ならね、コロナ前だったら買ってたかもなぁ、やっぱり。ちょっとね、最近、先行き不安なので、そういう気分もね、やっぱりみんなもそうだと思うんですけども、まあここでね、やっぱ経済回していかないとしょうがないんですけどね、まあしょうがないですよね。こればっかりはね、気分的にね、はい、まあ、まあ大変ですよね。はい。で、まあいろいろね、ガチャガチャ、まあちょっとね、これにしよう、今回。ジムニーと並べるとこんな感じ。全部ね、今回ガチャガチャので並べていきます。はい、ジムニーね。これはどっちだったかな?ビーム、トイズキャビンさんだった?忘れちゃった。これリアハッチガクジムニーね。かっこいいねー。はい。そしてこの前ね、記憶に新しい、これトイズキャビンさんの、スイフトー、かっけー。
これがほら革命的なね、ハンドルが切れるっていうね、ステアリングが切れるって言った方がいいかな、ハンドルが切れるっていうね、こういう、仕様になっていて、まあほんとね、ありそうでなかったね、感じですよね。はい。で、こういう風にね、あのディスプレイすると、ほら、中古屋さんなんかこういう風にね、ハンドル切って置いてあったりするじゃないですか。中古屋っていうかディーラーでもそうですよね。こういうの再現できるので、とても気に入ってまーす。クリアパーツだね。これ、全部これもクリアパーツですからね。そしてこちらはね、こちらのジムニーは青島さんだと思うんですけども、まあこのお色がちょっと似てたので、ちょっと持ってきました。はい、こんな感じで、なんつうだろう、同じダサ系ね。あまり、なんて言うんだろう、シャレっ気のない感じのお色かなと思うんです。なんかこれ抹茶に見えてきたね。ベージュなんですよね。これメタリック、そういえばメタリックって書いてあったけど、確かにちょっとメタリックっぽいわ。確かにそうですね。パールっぽい。メタリックっていうよりはパールっぽいですね。はい。パールっぽかったです。確かに。すごいね。はい。じゃあ、あとね、ランドクルーザーね。40。これが一番そうだな。今までで一番嬉しかったかな。これはね、マジョレットので我慢してたんですけど、マジョレットのってね、ちょっと、モールドがね、大味っていうか、大雑把なのでね、と思ってたんですけど、これが出たらもうめっちゃ良すぎてかっこよくてね。これもトイズキャビンさんだったかと思います。で、トイズキャビンさんって言ったら、この、キャリーだったかなこれ。軽自動車のほら、これね。これもいいんですよ。これもプラモデルっぽく。うわぁ、ナンバーなんかもね、こういう風にね。これ確かシールで付いてたんですよね。シールだったかな、なんか紙でついてたのかな、で両面テープかなんかで貼ったかなと思うんですけどね。これも出来具合良くてね、このリアのねハッチが開いて、このほら油圧式のなんていうのストッパーっていうのかながあるのでね、めっちゃ楽しいですね。もう山田ね、これジオラマこうやって開けて飾ってます。はい。そしてあと、まあ皆さんも嬉しかったんじゃないかなと思うんですけど、サニートラックね、これも嬉しかったよね。やっぱりこのサニートラックがいいよ、64分の1なので、ホットウィールでほら発売されたでしょ、あれも超人気でね、まあ、山田もめっちゃお気に入りのミニカーなんですけど、やっぱりね、64分の1は神ですよ、やっぱり。ほら、これがね、これもめっちゃ気に入ってますよ、もちろん。ね。かっけーこれほら、かっこいいな、やっぱりホットウィールのは。オーバーフェンがついててね。うわ、かっけーごめんなさい、ちょっとね、時間長くなっちゃうんで、今回の世界なんで。ね、はい、本日はこのデリカ D5 でトイズキャビンさん、塗装に苦労しましたというね、商品を、まあほんとね、そうおっしゃる通りに、細かく塗装されていて、満足のいく一品だったんじゃないんでしょうかね。まあ、400円なので、トミカとね、まあ大体同価格かな。トミカはまあ定価だと450円ぐらいするんですけども、まあ大体ね、トミカは400円ぐらいで売られてるので同価格かなと思うんですけど、こうやって並べるとめっちゃね、満足度高いので、まあダイキャストにね、こだわりがなければ、まあ私みたいな感じだと、もうめっちゃ嬉しいですね。今後の予定はどうなんだろう、まだちょっとね、ごめんなさい、最近調べてなくてわからないんですけども、まだね、期待したいと思います。とりあえずキャベツさん、いい商品ね、なんだっけ、魂を吹き込む会社。ものづくりに魂を吹き込む会社でしたっけ座右の銘。間違ってたらごめんなさい。はい、それではね、次回の動画まで。バイバイキーン。足元にミニカーから見つく。ミニカー P38。この手のミニカーに、山田三世。あれ？山田モーターあーす。